はい、こんにちは。重工房のフラッシュです。久しぶりに車の中からなんですけど、今日はですね、お詫びの動画をね1本撮らなきゃいけないと思いまして、実はようやく気がついたんですけど、実は私の車のインプレッサーですね、地デジ対応のテレビがついてるんですね。非常に電波障害を受けやすくて見にくかったんです。で、特にこのうちの周りっていうのはビルが建ってる関係上映りが悪かったんですね。で、その影響だとずっと思ってたんですけど、ふとしたことですね、気がついたことがありました。それはね、以前ご紹介した、ビューオフォーっていうところのドライブレコーダーですね。ドライブレコーダーをご紹介したことがあったんですけど、実はね、これがね、どうやら電波障害を起こしてたようなんですね。で、実際どんな風なのかっていうのをですね、ちょっとご紹介したいので、お詫びの動画と、ちょっと対策はね、ちょっと今のところないんですけども、とりあえず、ドライブレコーダーを変える方法しかないと思うんですね。はい、ということで、ちょっとご紹介したいと思います。はい、これがですね、前にご紹介したビューオフォーっていうところの前後ドライブレコーダーですね。前と後ろと両方撮れるドライブレコーダーなんですが、ついてない状態、今はスイッチ入ってない状態ですね。テレビは一応ついてるということですね。この状態なんですが、実際にこれ通電するとですね、今線を抜いてる状態ですね。通電するとどうなるかっていうのをちょっとお見せします。はい、今電源をね入れました。通電をねして、まだ今うまく映ってますよね。通電し、はい、今立ち上がりましたね。それでドライブレコーダーが動き始めましたと。はい、この状態から動かなくなっちゃったですね。今ドライブレコーダーがこれで立ち上がってる状態なんですけど、ドライブレコーダー立ち上がると途端にですね、こんな状態です。もうストップしちゃって、これ以上サーチ状態になっちゃうですね。はい、実はもう一個のドライブレコーダーは動いてるんですよね。これは以前もご紹介したことがある、前後撮りができる、ここにカメラが2つついてる、こう前と後ろにカメラついてるやつね。これはね、ずっとついてても電波障害起きないんですよ。ところがこちらのものね、このビューオフォーさんっていうのはどうやら電波障害が起きてるんですね。ちょっともう一度じゃあ線を抜いてみますね。線を、はい、今抜きました。抜いてると、はい、ちゃんと映りますよね。つまりそういうことなんですよ。ね、これもう一度電源入れてみますね。今電源をコンセントっていうか電源を挿して、これが立ち上がると、ここからフリーズしちゃうんですね。つまりこういう状態なんですよ。はい、こちらは変わらないんですよね。はい、ということで、前回というか以前ご紹介したこのビューオフォーさんのドライブレコーダーは、電波障害とか、その地デジの電波障害を、ね、起こすなってことが分かったので、ちょっとそう同じような症状が起きてるんじゃないかと思ってお知らせしておきます。次は電波障害起きないドライブレコーダーにちょっと変えようかなと。といっても2台体制でねやってるのでいいんですけども、前後カメラがどうしても欲しいものですから、後ろのカメラね取り付けられるような、電波障害が起きないものタイプですねを探してみようかなと思ってます。なので、皆さんもドライブレコーダーを買われるときに一つチェックポイントとしては、そのテレビのとか地デジにノイズが乗らないかどうか、その辺の対策がされてるかどうかっていうのは結構一つ選ぶポイントだと思います。はい、ということですね。今日は以前ご紹介したビューオフォーさんのドライブレコーダーの電波障害についてお話をさせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからもね、皆さんに役に立つ情報をお伝えしていきますので、よろしければ、はい、チャンネル登録をお願いいたします。以上、重工房フラッシュでした。岩さん、さらー。いやー、なかなかわからんね。こういうの使ってみないとわからないことがありますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がよろしければグッドボタンを、私に質問のある方はどんどんお寄せください。それでは次の動画でお会いしましょう。